渡辺勝則横浜副市長と川本森彦キャンドルカフェサポーターズクラブ会長です。皆様拍手でお迎えくださいませ。どうぞ譲り合っていらっしゃいますが、どうぞどうぞお願いいたします。それでは川本会長、ご挨拶をお願いいたします。まだちょっと早いんですけども、こんばんは。おかげさまで横浜キャンドルカフェ2017、このように開催をすることができました。先ほど司会の方からお話ありましたように、60を超える企業団体のご協力を得て、そしてまた今回テーマはピュアということでですね、今に感謝し将来に希望という形でろうそくに火を灯してまいりたいというふうに思います。と同時にまた記念のハガキというプロジェクトも実際並行して行わせていただくところでございます。皆様のお力添えあってのこのキャンドルカフェも、Y150 を記念した開校記念のプレイベントとして今年で12回目を実は迎えることができました。毎年毎年微力ではあるんですけれども、皆様の方のお力添えをいただいて着実に堅実にこの事業を取り行わさせていただいております。これからも皆様方のご支援、さらなるご支援をいただくことをお願い申し上げまして、今日の開会に合わせて一言実行委員会を代表してご挨拶に返させていただきます。ありがとうございました。川本会長ありがとうございます。それでは渡辺副市長お願いいたします。皆様こんばんは。副市長の渡辺と申します。今日は皆様ご来場ありがとうございます。先ほどまで今日はそんなに寒くないかなと思っておりましたけれども、やっぱりだんだんと日が落ちてしんしんと冷えてまいりました。今年の冬は少しここ数年なく寒い冬です。どうか皆さん今日もお風邪などひかれないようにお気をつけいただきたいと思います。でも寒さが厳しい分だけこのキャンドルの明かり、暖かく感じるような気がいたします。お話ございました通り、この横浜キャンドルカフェ今年で12回目を迎え、今や横浜のクリスマスシーズンを彩る風物詩としてしっかり定着をいたしました。今年も会社に向けまして大変ご尽力をいただきました。今ご挨拶をいただいた川本会長をはじめとする横浜キャンドルカフェサポーターズクラブの皆様、大変、ご協賛ご講演をいただきました市内企業団体の皆様、そして手作りでこのキャンドルカフェを作っていただいている多くの市民ボランティアの皆様、本当にありがとうございます。横浜市を代表いたしまして心から感謝を申し上げます。さて今日ご来場の皆様、本当に皆さんラッキーだと思います。もう私の後方のみなとみらいの建物は点灯、もうそろそろしてるんですね。暗くなるとはっきりすると思いますが、今日はですね、よりによってと言いますか、このみなとみらいのランドマークタワーとか、クイーンズスクエアとか、こういう建物のオフィスの全館点灯の日なんですね。ですから全てのオフィスの明かりがつくという日です。これから暗くなればもっとはっきり見えるようになります。足元には5000灯を超える暖かいキャンドルの明かり、顔を上げればみなとみらいの全館テント、こういうですね、この2017年12月22日の夜、ここは間違いなく日本一の絶景スポット、日本一のいわゆるインスタ映えスポットだと思いますので、皆さんバシバシですね、写真撮っていただいてガンガンアップをしていただければと思います。そして同時にこの暖かいキャンドルの光に包み込まれて大切な方と大切なひとときを過ごしていただければと思っています。このキャンドルの明るい光、そしてみなとみらいの美しい夜景が間もなくやってきます。2018年、皆様にとって来年が本当にいい年になるように明るく照らしてくれることを私も心からお祈りを申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。皆さん今日は本当にありがとうございます。渡辺副市長ありがとうございました。続
きまして、セレモニーのメイン、キャンドルの点灯式に移らさせていただきます。先ほどの渡辺副市長からもありましたが、会場には5000個のキャンドルがあるんですね。でその一つ一つを先ほどから、4時半からですね、ちょうどですから今から3分前ですね、4時半からナビオス横浜側か赤レンガ側からこちらのランドマーク側に順番に点灯していっていると。でこちら側に来るに従って全てがこう灯るという、そういう段取りになっております。4時半から赤レンガ側から順に灯しておりまして、その一つ一つボランティアの手によって灯されているんですね。5000灯一度にはパッ、点灯式ですどうぞと言ってパッとつくものではございません。一つ一つつけて皆さんの手で作り上げる点灯式でございます。ボランティアの方を代表して4人の方にご登場いただきます。どうぞ拍手でお迎えくださいませ。クラーク記念国際、クラーク記念国際高等学校の生徒の皆さんです。どうぞこちらに並びくださいます。一言ずつずつお名前をお聞きします。倉田です。佐々木です。内田です。久松です。今日はですね、もう日中から一つ一つキャンドルを並べる作業から行ってくださっています。この4人の方にも加わっていただいて、点灯式と参りたいと思います。それではキャンドルの位置に移動してください。お願いします。それでは渡辺副市長と川本会長もお願いいたします。私がどうぞと言いましたら一つずつ、キャンドルに点灯していただきたいと思います。ではよろしいでしょうか。はい、それでは点灯してください。どうぞ。キャンドルには横浜に住む子どもたちが描いたドリーミングシートが飾られています。子どもたちの将来が明るく、そして光り輝くことを願いながらキャンドルに火を灯していきたいと思います。さあ一つ一つこうして会場の5000灯のキャンドルも一つ一つボランティアの手により灯されております。はい、はい、ステージのメインキャンドルには全て明かりが灯されました。皆様拍手をお送りくださいませ。ボランティアの皆さん、そして川本会長、渡辺副市長、どうもありがとうございました。さあいよいよここからはクリスマスライブがステージでは始まります。幻想的なキャンドルに囲まれながら心地よい音楽を存分にお楽しみください。皆様ありがとうございました。また行こう。